はい。今日は一回り回っていただきました。はい。そうですね、昨年の 3.11 の津波被害を思い起こしました。今回の竜巻は風の津波だというのが実感です。今つくば市と私の地元の栃木県がやられたわけですが、現場を見るたびに風の津波の威力の凄さを改めて感じます。一方、今の災害対応のいろんな法令や基準がですね、なかなか新しいこうした災害の対応になっていない痛感をしました。そうした現実に即応しないものを直していくのは我々の仕事だと改めて痛感をしたと思います。今後具体的には何かこういうことをしたいと思います、はい、ございますでしょうか。はい、ですからまずは現行制度にですね、できるだけ早い、復旧復興を行う生活再建を行っている、それと同時に非常に特殊なケースがございます。例えば、震災の被災を受けたところが今回ダブル被害を受けているようなこととか、そういうことについてもですね、いろいろな現行制度でそのカバーできない部分が出てきたりするかもしれない、そういうところの改善をやることが必要だと思いますね。それから、先ほども何度も目の当たりにした、その全壊半壊の基準、これも相当今回は適応の現実に即さないものがありますので、そういったところの是正は早急にやる必要があると思います。出発する前にですね、市長のこのお話の中で、はい、竜巻情報についてですね、はいはいはい、話をされてました。これはですね、はい、これは先週の月曜日に、月曜火曜日だったかな、私が、党の役員会で、提案したことですが、竜巻注意情報というんですか、今の制度のね、これだとその注意報とか警報とは違って自動的に消防が警戒態勢に入るとか行政がそういうマニュアルにのっとってアラート態勢に入るとかですね、そういうことにならないんですね。ですからそのあたりは気象庁に対して、より精緻な情報を出すと同時にですね、この注意報警報の発出のあり方についても、変えるように特例をいたしました。ちょっとその後のフォローをまだやっておりませんけれども、これも早急にやる必要があると思うんですね。つまり今回が一回こっきりのことではどうもないようだというのは、もう国民周知の事実になっているわけですから、そうするとこういうことが再び残念ながら起きてしまった時の対応マニュアルに関わる話なので、これはもう早急に
是正をすべきだと思います。毎日新聞なんてますか、はい、あの中小法のですね、はい、また確率が 1% 強で、はい、あの出らない方が多くて、はい、さらに、はい、注意情報が出ないのに、はい、発生するケースが考えられるようにされていますが、やはりその、はい、ハードルというのはその、はい、トップラーレーダーの活用を申し出すと研究者も伝えしますと、はい、ソフトはもちろん大変だけど、ハード面もまだまだ足りない、はい、あの防災加減を言っています、はいはい、そうですね、中期的にはやはり、やはり竜巻っていうのはもう人ごとの問題ではないということが今回もはっきりしましたのでね、やはりこの情報の精緻化、それを精緻化を図るためのハードの整備、というのは当然必要になってくると思います。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。